はいどうもレビペンです。今回はウォーフレームでのザリマンの船にあるザリウムレコードの使い方とボイドブルームクイルについて見ていきましょう。ザリウムレコードはこのような特殊な音を出しています。ザリウムレコードを拾うとセカンダリ武器に持ち替えとなります。うっかり武器切り替えボタンを押して落としたりしないようにしましょう。落とした時は拾い直せば問題はありません。このザリウムレコードはヘルミスシステムのゴールデンインスティンクトで探し当てることが可能です。このアビリティを発動すると光の帯が表示されアイテムの位置を教えてくれます。ただし他のものがあった場合そっちを指すのでやはり音で探すのが一番おすすめです。音やアビリティでザリウムレコードを探し当てたら次はピンクに光る自販機を探しましょう。画面左上のマップにピンク色のアイコンで表示されているので参考にして探しましょう。見つけたらアクセスボタンでザリウムレコードを機械に投入できます。するとボイドブルームクイルがドロップします。あとは普通に拾えばゲットできます。以上がウォーフレームでのザリウムレコードについてです。ご視聴ありがとうございました。ウォーフレームのアップデートが来るまではこのような動画をちょこちょこ作ってまいります。続きを求める方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回さようなら。